びてみ。はい、ありがとうございます。あのすいません、いきなり台本間違えるのやめてもらえますか。皆さんボンジュールから始まるんだよ。やり直しだ、もう一回頭から。お願いします。じゃあ拍手からいきますから。お客さんの拍手でなんかあのオールナイト富士みたいな感じで始まって来るから。あ、大事なやつですね。じゃあ拍手お願いしますよ、皆さん。はい、せーの。はい、皆さんボンジュール。はい、ボンジュール。はい、皆さんこんばんは。フィーウェール緑色担当の坂井ほのかです。本日はですね、ほのちゃんって呼んでください。ほのちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。オープニングちょっとだけ下げてもらっていいですか。すいません、井上さん、あのちょっとだけごめんなさい。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日からですね、はい、こちらの北千住にありますシーウェーブの、スタジオさんで、新番組のメインパーソナリティを務めさせていただきます。ありがとうございます。坂井ほのかと申します。よろしくお願いします。はい、はい、普段はですね、PUL というグループで緑担当として、活動しております。本日はちょっと初めてで すごく緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、アシスタントのマイアミ太一と申します。よろしくお願いします。まあ、坂井さんはこの C ウェーブで僕がやってるね、あの美人をスタジオに呼んでみたっていうね、はい、番組に出ていただいて、まあ、今回は坂井さんメインの番組っていうことでお手伝いをさせていただくことになりましたということで、はい、よろしくお願いいたします、皆さん。はい、では、ここからなんですよ、タイトルコール。早速ですけど、じゃあほのちゃん、はい、番組のタイトルコールお願いできますか。はい、いきます。坂井ほのかのメロメロ光線ビーム浴びてみ。はい、はい、ありがとうございます。そこでオープニングテーマ曲を流すっていう段取りなんだな。あ、そうですね。井上さんも間違ってるんだよ、台本渡してるのにな。もうバッチリかと思ってましたね。まあまあいいでしょう、行きましょうかね。はい、はい、あのいよいよ始まりましたけれども、はい、ちょっとそのタイトルもう一回言ってもらえますか。はい、じゃあもう一度いきます。はい、坂井ほのかのメロメロ光線ビーム浴びてみ。すいません、これどういう意味でこのタイトルになったかってちょっとまず説明しないと見てる方困惑しちゃうんで、お願いします。はい、はい、私ですね、ウルトラマンが少し見た目が好きで、でこうショールーム毎日配信してるんですけど、はい、ショールームでなんかこうウルトラマンの話をしてたら、うん、ウルトラマンのようにこうビームあるじゃないですか、こういうやつとか、うん、こういうやつとかあるよ。なんかちょっと自分もなんかビーム出したいなと思って、うん、よしって言って、たまたまやった時に、うん、こうメロメロ光線ビームというのが生まれたんですけど、うんうん、そう、なぜじゃあこの番組のタイトルにそれをしたのかっていうのは、まあ、このタイトルを見て、え、何それってなるじゃないですか、うん、それでなんか、じゃあなんかちょっと見てみようかなってなってほしいのと、うん、あとそのメロメロビーム光線をね、メロメロ光線ビームをこうみんなが食らって、私のね、食らって、うん、はい、らってメロメロに、ね、なってもらえたらいいななんて思った意味が込められております。ちょっと気になりますもんね、やっぱ光線とビームがまず同じ意味ですからね。そうなんです。これ多分僕がつけたらこうはいかないと思うんですよ。気になっちゃって。でも、そう、このタイトルももうふと出てきたことなので、うん、やっぱりね、こう気になるところを作るっていうのはね、はい、大事なんだと思うんですよね、多分タイトルとか作るときにね、うんうん、これ意図的にできたら糸井重里です、あなたは。はい、わかりづらいかもしれませんけど、はい、ね、糸井重里、世代が違うかわかんない。そうですね、全然わからなかったです。じゃあね、まあ、まずは坂井ほのかとは何者なのかっていうところをね、教えてほしいんですけれども、はい、先ほど少し説明ありましたけど、改めてちょっと普段どんな活動をしているのかっていうのを説明していただければというところでございます。はい、はい、私、坂井ほのかですね、基本的に普段はフィーユエールという2016年の8月にステージデビューをしたグループで、初期メンバーとして緑担当として活動しております。はい、そう、今はですね、中学生のゆうきちゃん、風沢ゆうきちゃんとともに2人でライブをしてるんですけど、ここ最近はね、なかなかこう中学生だったりもするので、本当にライブに来れなくて、ほぼ一人でね、活動していることが多いですね。あとはですね、個人的な活動では、撮影会をもう頻繁にやってまして、ライブも少ない時もあったりすると、もうほとんど撮影会ですね。なんか悲しい話ですか。ちょっとね、そうなんですよね。そういう感じでやんないでもらいたい。前向きは何、いきなり悲しい話し始めてんの。ポジティブが売りなんじゃないのね。そう、ポジティブです。書いてないわ。書いてない。見たら書いてねえわ。まあまあいいです。そうなんです。はい、でも基本的にはポジティブなんで、うん、まあもう例えばね、まあ、メンバーがちょっと減ったりしても、もう全然気にしないです。
もう頑張るのみですから。いやいや、ちょっと例えが悪いんですよ。まあいいんですけど、もっとあるでしょ、日常的なこととか。日常的な、そうですね。まあ、まあいいですね。まあ、頑張ってます、はい。そう、プロフィールをね、一応あるんで、はい、まあ紹介しときます。はい、お願いします、はい。出身地埼玉県ということで、はい、生年月日1997年2月25日もうすぐじゃないですか。ね、あと20日ですね。今20歳でしょ。20歳です。次は21歳です。そうですね、よくできました。史上最強の甘やかし番組を目指しましょうよ。、そうです ね、はい、ね、あ、2月25日ね、はい、なんかあるんですか。2月25日ありますよ。もういいですか、言っちゃう。彼氏とデートか。そんなことはありません。みんなと過ごしたいですから。あ、どうぞ、なんかあるんだったら、はい、あります、またもう告知しちゃっていいんですか、ね、いいよ、はい、2月25日。2回告知したって別に怒るしないんだから。そうですね、何回も告知したいです、うん、やろう。そうです、私はですね、25日の2月25日で21歳を迎えるんですけれども、うん、その当日に、日曜日の当日に、うん、新宿のナインスパイスさんというライブハウスで生誕ライブを行わせていただきます。素晴らしい、はい。チケットはどうやって買えるんですか。チケットはですね、はい、基本的には、まあ、ライブに来ていただいたりとか、うん、あとは撮影会とかだと、はい、うん、売ってますね。ん、販売経路が曖昧なのね。まあ、ツイッター見てもらうとかがいいのかな、ここの。そうですね、はい、ツイッターの、うん、まあ、ぬいぐるみで隠れちゃってんだよね。アカウントが、はい、いっぱいいるんです。今日は15匹。これだ、なんすかこれ。これ15匹連れてきました。あの、私の大好きな相棒ちゃん。ああ、その説明します。じゃあ、そうですね、なんか前回ね、番組出させていただいた時もこの話はしたんですけど、 その時はね、5匹ぐらいしか多分連れてきてなくて、ああ、はいはい、今日はやっぱ自分のって思ったら、もう本当はなんか埋め尽くすぐらい持ってきたかったんですよ。それちょっと困ります。まあ、そんぐらいいるから。ああ、そうですね、はい、なんですけど今日はその一部で。ぬいぐるみが好きってね。そうなんです。でもこのぐらいの大きさが、このぐらいの大きさが結構ベストですって。ああ、そうなんですか。はい、それで今日連れてきちゃった、ね、連れてきちゃったんです。一番のお気に入りはこのこれですね。何、トキです。あれ、これトキですか。トキです。いや、わからないのにお気に入り。一番のやつの名前忘れるんですか。鳥の、でもこれ鳥の名前はトキですけど、名前がちゃんとあるんですね。個人名、はい、トッキーちゃんですね、うん。まあ、そのままトキちゃん。、はい、いい、まあ、そのままです。いいよ、はい、これいい、すごい可愛い。可愛いね。はい、ハート、ハートになってて。この話あと10分続きます。いや、永遠と喋れますね、ぬいぐるみだったら。はい、ね、まあ、それね、だ、持ってきておくのね。はい、ね、置くんです、今後。いいのね、これ隠れてるけど、アカウントとか。いいんです。いいの。まあ、じゃあ告知より大事なぬいぐるみだと置くしかないよ、それは。はい、置きます、まあ、ね、血液型 B 型ってことですね。はい、B 型なんです。でも、いい B 型って言われます。どういうこと。何、悪い B 型もいるってこと。世の中には B 型ってこう、うん、悪いイメージ持たれがちじゃないですか。そう、はい、だから、B 型なんだみたいな感じの反応されたりするじゃないですか、うん、B 型っていうと。だけど俺 B 型じゃねえから分かんない。B 型言われますよね、でもね。まあね、そう、なんか、え、 B 型なんだ、うん、リアクションしてくださいね、皆さんもね。協力体制で甘やかしで開けますから。そう、だけどいい B 型だねって言われたんですよ。ああ、そうなの。はい、うん、いい B 型。それは自信に持ってますね、結構。マイペースってことですか。え、マイペース、マイペースだろ、この人ね。この数持ってきてマイペースですかね。はい、ね、あんまり俺厳しく言っちゃうとさ、ファンの人は怒られちゃう。ちょっと我に返ったわ今。身長153センチということですね。はい、そうです、はい、感じですかね、はい。趣味特技、うん、ダーツ、はい、ショッピング、はい、ネイル、イラスト、バレーボール、いいですか。はい、間違ってないですか。間違ってないです。何今のは。あ、これネイルです。もうこれも自分でセルフネイルをしたってことですね。そうです、はい、ジェルネイルを自分でいつもやってます。あ、すごいですね。はい、はい。はい、元アパレル店員、はい、性格はポジティブね。はい、ポジティブです。ということで、寝ることと食べることとディズニーが好きですと、はい、いうことなんですけど、ディズニーのキャラクターいない。そうですね、まあとりあえずいなくないですか。いるの。いないです ね、ここには。ちょっと今日は連れてきてないです。まあ、じゃあ分かりました。はい、じゃあ早速ね、最初のコーナー行ってみましょう。とりあえずね、自己紹介もおいおい、はい、引き続きこう見てもらって、はい、知ってもらうみたいな形にすればいいかなという感じなんで、うん、最初のコーナー行ってみましょう。はい、ほのちゃんお願いいたします、タイトルコール。はい、ほのかの質問箱。イエーイ。いいですね。はい、
説明しましょうコーナーの。はい、このコーナーはですね、番組ツイッターで募集した質問箱に寄せられた皆さんからの質問に答えていきたいと思います。はい、わかりました。じゃあね、募集したやつをね紹介していきますから。はい、はいはい、まあちょっと全部紹介でき、結構ねこの募集したらねいっぱい来たんですよ。はい、嬉しいです。だから申し訳ないですけど全部は言えないんですよね。これ全部やっちゃうともうちょっと終電なくなっちゃうんでねこれ申し訳ないんですけども、はい、ちょっとだけね時間の許す限りやっていきたいと思いますけれども、はい、じゃあいきますよ最初の質問。はい、ほのちゃんに質問です。これね質問箱に寄せられたっていう、ね、やつね、はい、ディズニーランドとディズニーシーで、あ、ごめんなさい、これ匿名で説明するの忘れてた、ごめんね。はい、質問箱っていうの今流行ってるんですよ、ツイッターとかで。みんな見かけたことあります。あれ、あの匿名で質問が送れるわけですよね、うん、タレントさんに。それが一番のいいところだから、ちょっと匿名の質問だから。誰かわからないけど、ね。そう、誰かわからないと思って、はい、嫌な質問してくるやつもいるかもしれないから。なるほど。ね、はい、それも答えていただくってこと。お、はい。え、初めて知ったの？いや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 。まあそうですね、はい、1個目いきます。はい、お願いします。ほのちゃんに質問です、ディズニーランドとディズニーシーで一番好きなアトラクションはムラちゃんより。いやムラちゃん名前書いちゃダメなんだよ匿名のやつだからさムラちゃんよりって書いちゃうとバレちゃうんだな。まあいいや、売名禁止だよ。まあいいや、じゃあ、売名しないと。ディズニー好きなんでしょ？はい、好きです。ディズニーランドとディズニーシーで一番好きなアトラクションなんですかって。はい、ディズニーランドでね、好きなアトラクションはスプラッシュマウンテンですね。激しいな。そうなんですよ、絶叫が好きで、シーだとタワーオブテラー。あ、この怖いやつばっかりじゃないですか。そうなんです、好きなんですよ、絶叫が。何がいいですか？え、なんか何ですかね、なんかこうふわっとなる感じがたまらんのですよ。昇天する感じがいいのね。昇天、まあ、次行こう俺が良くないんだろうな次行きます、はい、好きな色は何色ですか？私は薄ピンクですっていうね。あ、これ誰かわかるの？これ私は薄ピンクですって。わかんないです、わかんないです。薄ピンクが好きな男性もいらっしゃいますからね。まあそれはそう。でもきっと質問箱ねやってくれたのはこうファンの方だったり、まあそうね、すると思いますから、はい、ね、薄ピンクの好きな男性はなかなかいないですね。誰なんだろうね私の好きな色ですか？自己主張があるんだろう、ね、私の、はい、はい、ピンクです。緑担当じゃないかこれなんか台本通りみたいな感じだけど嫌なんですよねそんなことないですけどね、これ。はい、これはもう今、はい、ピンク担当にしてくれとは言ったことないの？あ、ありますね、ありますし、思ったこともあります。なんでピンクじゃないんだって思ったこともあるんですけど、うん、まあ今ここでじゃあ色変えるって言われても多分いや緑でいいですってなりますね。どういうことですか？もうなんかほのちゃんって緑っていう感じでもう1年半やってきて、うん、自分の中でもなったか、好きな色は別にありますけど、うん、まあ、自分ライブとかやるんだったらもう緑だなって感じです。なるほどね、はい、え、言ったことはあるんですよ。でもピンク担当になる最初に言ったんですよ、ピンクがいいです。なんて言われたの？言っていいの？ダメなの？ダメなんですよ。あれ、これいけない質問、ここで質問箱じゃないの、ね、匿名でもないのに言っちゃった。そう、なんかやめとく、まあ、選択肢的に紫と緑だったんですね。まあ最後にグループ自体私が決まったのでメンバー。ああ、そういうこと、ね、はい、まあ残ってる色的なもので。なるほどね。はい、まあでもいい緑でよかったなって思いますね今は。いい話ですね。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。まだ好きな色ありました。何？ミントグリーンと赤も好きです。ミントグリーン、まあちょっとグリーンに入ってるね。はい、好きな色はだからそうですね、うん、ミントグリーンですよ。そうなんです、ね、まあ担当カラーが緑だし、うん、まあ、こういうパステル系好きなのでミントグリーンが好きです、うん、あと赤？赤も、はい、今日は赤取り入れてるんですけど、これ映ってないですよね多分ね一回立って見せます。そうですか、今日のファッション、はい、今日のファッションこれって映りますか？あ、バッチリ、オッケー、映ってる、はい、はい、ちょっと、 じゃあ撮影会やってるわけじゃん、はい、ちょっとポージングしてもらって、あの見に来てもらってるお客さんに撮ってもらう時間にちょっとする、はい、それ入れますか、そういうの。何が当たり前だよそんなの別に今やってるだけだよ。次行かなくて大丈夫だよ。本当ですか？ちょっとだけよ。あ、ちょっとだけ、うん、はい、ちょっと決めてみてもらう。さあ、じゃあお願いします。はい、なんか恥ずかしいですねちょっとこう角度変えたいとかあるんですか？ ありますね、こっちの角度が自分的に撮ってもらうことが多いので、うんうん、そう、ついこっちを今シャッターチャンスですよ皆さんね、うん、はい、はい、まあ、今日のファッションポイントでこの後ろのボタンが可愛いんですね。あ、そうなの？はい、あ、どこ、わかんない、ここ
あ、いいですね。はい。ちょっとあのスカートにあのゴミがついてるのが気になるんですよね。いや、糸くずが。座りましょうか。はい、はい、失礼します、はい。ありがとうございました、はい。ありがとうございます。ね、赤も好きということでね。はい、そうです。はい、それのエピソードは別にないですね。ないです。いいね。はい。うん、はい、それはないだろうな。はい、次の質問いきます。はい。ウルトラヴィーナスの必殺メロメロ光線ビームを受けると健康被害はありますかっていう質問。あとまあこれ似てる質問もやっぱ来るんですよ、はい、どうしても。うんうん、で、メロメロ光線ビームを実演お願いいたしますっていうのも来てるんで。はい。ウルトラヴィーナスの説明からしなきゃいけないよね。これまあそうですね。なんだそれって感じですよね。うん、まあ、ウルトラヴィーナスっていうのはもう本当にただウルトラマンが、まあウルトラマンの話はそんな知らないんですけど、うん、あんま見たことないから。でも好きなの。はい。見た目が好きなんです。うん、あの父親がウルトラマンセブンを、ウルトラセブンか、うん、ウルトラセブンをよく見てて、へー、そう、あのそれで一緒にたまたま見てたみたいな。うん、だ怪獣とかはなんかまあね、有名なやつは。うん、知ってるっちゃ知ってますけど、で、うん、ヴィーナスになったのはなんかヴィーナスって女、なんかメモ読んでるね。まあいいけど、どうぞどうぞ。はい、ウルトラなんかヴィーナスって女っぽいじゃないですか。はい、もちろん。はい、でただそれに私の好きなウルトラマンとちょっと女っぽい女版があったら面白いんじゃないかみたいな。オリジナルのキャラクターを考えた。そうです、自分ですけど、うん、はい。自分なのね。はい、ウルトラヴィーナス。変身するのね、ここからね。はい。まあ、じゃあやってもらっていいちょっとあのでかくなっちゃうから。あ、そうかそうか、はい、そうだよね、確かにね。危ないもんね。必殺メロメロ光線ビームを受けると健康被害ありますかっていう質問。はい、あ、そうですね、まあ、うん、心健康被害っていうのは全くないんですけど、若干心の痛みが。心の痛みの何ですか、胸が。それさ、ビームをやったらその男性が好きになっちゃうでしょ。そうです。まあそうなればいいんですけど、うん、まあ、誰しもがかかる技ではない。ん？なかなかこう難しいんですよね。俺も難しい。誰しもがかかるっていうよりは、私をちょっと気にかけてる人がかかりやすい。うん、あ、そうなんですね。はい。じゃあこれ実演お願いしますって言ったら、はい、やる？まあ一応、まあありますけど。じゃあやったら、はい、見に来てくれてる今日のお客さんがリアクションしてくれるってことだね。してくれるってことだね。チクチクしてくると思います。立ってやる？座ったままやるの？座ったままですね、基本的に。このウルトラヴィーナスって結構なんかね、 そんな感じなの？はい、座ったまま戦うの？あの意外とズボラなウルトラマンだろ。意外と怪獣多分立ってる。いや強いんですよ。でも怪獣も座ったままでいい。そうです。すげえやつだな。そうなんです、強いんです。まあ、じゃあやってもらっていいですか。いいですか、はい、じゃあこのままで失礼します。はい。でで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 って。え、ちょっと待って。はい、まずいよこのままじゃ。ちょっといろいろ勉強しないとですね。このままじゃまずいよ。はい、でも実際こういうあれなんですよ。あ、そうなの。まあ事実だ、本当にここからこうででででででっていう、ここからこうやって両方出てるんですよ。あ、食らってくれた。チクチクって。でで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 。はい。リアクションしてください。でで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 。ああ。はい、よかった。よかったね。なんか接待してるみたいな気分。はい。じゃあ次行きます。はい。将来はどんな女性になりたいですか？ということですね。あ、将来ですか。はい。はい。うん。将来ですね。うん。ですね。30歳ぐらいになっても。可愛らしさとなんか大人っぽさ、うん、色っぽさをこう持ち合わせた女性になりたいです。うん、今はなんか結構子供っぽく見られたりすることもあるから、うん、ちょっとこうお洋服とかで大人っぽくしたりとかはしてるけど、うん、まあ、大人になってきたら、うん、あの自然とそういうのも出るんですかね。何そういうのって。あの大人の色気っていうのが出てくるんですかね。あ、まあ出るんじゃない。まあ、そういうのだけでは、まあ、多分そういうのだけではなくて、うん、大人になっても可愛いって言われるような人って。ああ、欲張りだね。両方ね。ああ、なるほどね。まあ、それ、まあ、理想ですよね。そうなるためには、ね、日頃からいろいろしなきゃいけないです。なんかやってるんですか？やってないです。いいよいいよいいよ、はい、でもちゃんとこうケアっていうんですか、うん、お肌とかはやってます。ケア、はい、何やってるんですか。例えば化粧水と乳液ですね。ああ、え、まあ当たり前ですか。うん、いや、また、え、全身やってないですね。あの、お顔、やっぱお顔がすごく見える場所だから。え、俺冬になるとボディクリーム塗ってるけど。あ、ボディクリームは塗ってますよ。しかも香り付きの。はい。
まあそれはやった方がいい。そうですね、うん、衰えてきますから、はい、あんまり敵に回すようなこと言うのやめてもらえます。そうですよ、甲田組みたいなことになるよ本当に。まあいいや、はい、最近イラッとしたことありますかということで。あ、冬はイライラしませんね。冬はイライラしない、はい、夏はするの。そうなんです、私暑いのが嫌いで。あ、はい、でなんかこう電車とかこう遅延したりするとなんかなんでだよってこう、ね、そうなんでもそんぐらいですね。普段本当怒ったりとかしないから、はい、イライラもそんなにしないんですけど、やっぱ暑いと、うん、なんで暑いんだよってなりますね。それぐらいで、だから冬はそんなには。でもイライラ、いやその気温の話ずっと。いや、ありました。人にとかありました、ありました。電車とかホームとかで、うん、全力でぶつかってくる人、ああみたいな。まあそれイラッ、私の場合はこう吹っ飛ばされるんですよやっぱり。で荷物もすごい大きいから、ね、うんうん、ボンってなって、うん、大丈夫、ちょっとあんまりあの動かないでね。アクションが、アクションそうで、ちょっと、うん、なんだよってなりますぐらいですね。まあ、それそうだね、危ないからね、うん、でも本当そんぐらいです。怒りませんし、イライラもそんなにしない。じゃああんまないんですね。そうですね、うん、今年の抱負をお願いいたしますという、はい、今年の抱負はですね、はい、まあ、ショールーム毎日やってる動画配信とかでは言ったりはしたんですけど、うんうん、このジャンルームね、はい、毎日やっててすごいね、うん、はい、それで、まあ、抱負はですね、はい、漢字で表すと進むっていう感じですね、今年の目標。別に漢字じゃなくたって進むわけ。まあこれから意味が、でも意味があるんです。あるのね、はい、意味がある。すいません、浅はかでした。どうぞ。はい、まあ、意味はですね、はい、まあいろんなことがこの1年半あったんですけど、うん、まあ、それ主に悲しいことだね。まあ、主に悲しいことです。はい、さっきのでね、まあ、あったけれども自分のポジティブさを生かして、うん、まあ、どんなことにも挑戦して、うん、こう前にもうとにかく全部前進するっていうことですね。突き進んでいくっていう。はい、あ、なるほど、ね、もうそれしかです。男塾名物直進行ですね。絶対わかんないと思いますけど。すみません。すみません。自己主張出ちゃったこれ。ああ、なるほど。はい。じゃあそれでいいですか？進むで。進むです。はい、わかりました。じゃあついやってしまう癖とか口癖はありますかという。はい。ことです。昨日お母さんに聞いたんですよ。うん。自分だとわかんないじゃないですか。だから周りにいる人で、まあね、そう聞いてみたんですけど、うん、はい、まあ、癖というか。まあ、常にやっぱり歌ってるっていう風にお母さんに言われました。鼻歌とか、はい、だからお風呂でも歌ってるし、うん、なんですかね、なんか怒られお母さんに怒られた後でも歌ってたみたいなんですよ。不真面目ですね。だから本当になんて言うんですかね、こう何かしてる時とかも絶対歌ってますね。怒られてんのに、はい、大丈夫、怒られた後ですね。リモコンでぶん殴られるよそれ。そうなんです。分かんないと思うけどね、言ったってね。分かんないですね。口癖は？口癖は、まあ、ほんと配信になっちゃうんですけど、うん、最近、オーマイガーって言っちゃいますね。あー、オーマイガー。はい。ね、まあ、ちょっと、ライブ来れないとか聞いた時に、うん、オーマイガーみたいな。いいじゃないですか。そう、しかも言い方。ニューヨークスタイルでね。はい。オーマイガーっていう、この。あ、いい、いい。この速さが。OMG ですね。はい。OMG 知ってますよ。知ってるでしょ？はい。オーマイガーです、ね。そうそうそう、そういうこと。オーマイガー。良かったですね。はい、あ、もう一つ何？もう一つあります。もう一つ、はい。あの、うふって言ってるみたいなんですよ。おう、どういう時に？はい、配信です。これも配信で、うん、なんかでも本当皆さん配信の見てる方は好きって言ってくれるんですよ。うん、なんかなんとかだよね、ふって言ってるみたいなんですよね。自分で本当無意識で言われて直すっていうかね、こう、うん、意識してるとあ言ってんのかなみたいな。全然それ実演はできないですか？できないです。たまたま出てる、はい、たまたま出てるってことはショールームを見ないといけないってことだね。そういうことです。そういうことです。いい宣伝だね。ほのちゃんルーム見てくださいね、皆さんね、はいはい、今日で400日目です。すごいね、毎日配信400日。すごいね、はい、大変ですよ。今日もこれ終わってからまたやるぞ。そうなんです。ちょっと今日はね、あの何時になってしまうかなって感じ。本当だよね。そう、すごいよね。はい、まあ、じゃあもう一個、最後一個だけ、はい、ほのかさんはどうしてそんなにポジティブでいられるんですかっていうことです。あ、はい、それはもう毎日がただただ楽しいからですね。もう本当に逆じゃねえの、ポジティブだから楽しいってことじゃないんですか。あ、だからなんですかね。なんか卵が先か鶏が先かみたいな話は。でも本当に毎日があっという間に過ぎていくし、うん、楽しくて、であとはそうですね、まあ、気をつけてるのはやっぱりちょっとでも
なんかこう気にしたらどん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 こうなるじゃないですか。まあ、まあ そうだね。ね、でまあこの仕事やってる限りそうなったらもう終わりじゃないですか。終わりなの？それは分かんないけど。そうなったら終わりっていうぐらい、うん。終わりなんですよ。やっぱどんどんこうなっちゃいますか。だからこの仕事続けたいから、うん、楽しいし続けたいからもう気にしないです。何言われても。本当に？はい。まあ気にする時もありますけど。いやそうですよ。いやそれはそうですよ。もうだってこんな何言ってもいいフリーな人になっちゃったら大変なんだよそれ。そうありますけど、でも、うん、なるべくその時にはもう、まあ、それは言わないでほしいよね。はい、忘れるとかにしてやってますね。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあこのコーナー締めましょう。はいはい、以上、あ、うん、ごめんいいよ以上ほのかの質問箱でした。はい、はい、まあね、これあの来月以降もね、あのお寄せいただいた質問には答えていきますので、はい、何か思いついたものがあったら番組のツイッターに載ってる質問箱から送ってくださいということですね。はい、まあ、あの全部紹介できないとは思いますけど、うん、すいませんお願いしますということで、はい、はい、では続いてのコーナーいきましょう。お願いします。ホノスタグラム言い方取り合ってるなんかもうちょっと元気なガーンみたいじゃないの。あ、なるほど。でもあの元気な元気なできたじゃないですか。あ、なるほど。ビーム光線からの質問箱できたからちょっと一回、うん、なるほどね、はい、はい、わかりました。もう一回ちょっとこれやってもらっていいですか。はいシャッターチャンス待ちしてるんだよ。あ、なるほど、はい、そう、あのホノスタグラムだから写真ですね。うん、OK です。はい、うん、よかったですね。はい、はい、でこちらのコーナーではですね、あの視聴者の皆さんから毎月ね、はい、あのほのちゃんが出た撮影会で撮ったお写真を募集して紹介していきたいと思います。ということで、はい、2月のテーマは1月らしい写真を送っていただきましたんで、はい、1月らしい写真をちょっと見ていきたいと思います。はい、こちらのスクリーンで寄った方がいいですか。いや大丈夫ですよ。はい、あ、見づらかったらずれてもいいよ。はい、ちょっとずれます、ね、これ1月らしい写真いくつかお送りいたします、よろしくお願いしますっていうコメントで。はい、嬉しい、はい、わあ、1月らしいですね。これどこですか。これはちょっと一旦止めてくださいね、ここでね。はい、あのお台場の、うん、あのー、忘れたの。いや、青梅と青海が、青海、青海、青海ね、青海、はい、青海の公園です。あ、へえ、いいですね。青海、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 誰も正解知らないのか。なんかややこしくないですか。じゃあ、はい、何青梅と青海、青い海、はい、と青い梅、うん、ややこしくてちょっとじゃあ変えてもらいたいね、そっかね名前変えてもらいたいよ ね。次行きましょうか。はい、フォルダ2を紹介しますね。はい、応募します。当日行けないかもしれないけど頑張ってね。1月の振袖撮影会の写真です。受け狙いの方が良かったのか悩みましたが思い浮かばなかったので普通に応募ですということで、はい、はい、これですね。あ、まあ、同じとこですか、これ。そうです、同じ時ですね。今年2回やったんですよ、振袖を。あ、そうなんです、ね、撮影会を。はい、その1回目の時ですね。やっぱ正月っていうとね、こういう感じですもんね。はい、はい、じゃあ次行きましょう。3、フォルダ3ですね。このタイムラグがイラッとしますよね、ちょっとねさっきので言うとね繋がなきゃいけないから。はい、出ました。あ、これはまたさっきとはちょっと違うイルミネーションだ。あれだね、はい、去年。どこですか、これは。これは東京ドームですね。あ、なるほど、はい、あ、いいじゃないですか。あ、これ今年、ん、今年っていうんですか、16年ですかね。え、2016年、はい、の冬12月。まあちょっと1個戻ってもらってすいません。はい、あ、そうなんですね。そうです、今年もここでやったんです、今年。あ、そうなの、はい、1枚目はいつなの。これだから今年はなんかフルーツだ、あの、あ、お菓子がテーマだったんですよ、ここ。じゃあそれを送ってきていただいたんですね、はい、前回のですね。はい、わー、嬉しい。嬉しいね、はい、長いことね、いや、応援してくれてるんですからね。はい、3枚目いきましょう。これは今年、今年です、2回目です、今年の2回目の。あ、さっきとは違うシチュエーションですね、はい、今度は。どこですか、場所は。また言うんですか。あ、同じとこなのね。青かったから。青いやつね、青いやつね、どうにかかかった。青い海、うん、じゃあ次のフォルダ4いきましょう。はい、
いいですか。はい、お正月といえば着物、成人式1周年記念の撮影会ですということで、2日あり、初日は天気があまり良くなかったんですが、うん、2日目はいい天気でした。外は綺麗に映せるのでとても良いですと。寒い中頑張ってくれたほのかさんに感謝ですということですね。このふわふわ、あね、正月らしいね、はい、成人式、次行きましょうか。あいいですね、いいですねまあまあいいですけどね、ね、すごい嬉しいですね。そうね、でも成人式ではないんだもんね、うん、はい、1年経ちましたね。あ、いいじゃないですか。あ、このふわふわが好きでつけたくて。まあ、わかります。はい。はい、なんていうの、このふわふわのこと。ふわふわです。はい、次行きましょう。あ、同じところです、はい。はい、同じところです。ね。はい、うん。緑なんですよ、これ。あ、着物がね。はい、うん。やっぱ緑を選んじゃうんですよ。もう自然に。自分で選べるの、それ。はい、選べれますね。傘ですね。はい、あ、これはまたちょっと違う場所です、ね、同じ方ですけど、1月ではないですけど、1月冬らしく少し寒さを感じるものが、うん、あ、いいですね、冬らしさがね、この晴れてる感じがいいね、なんか風のが当たってるんでしょうね、きっと。知らねえけど撮ったんだから分かるあ、これいいですね、自分大好きか、うん、こういうの好きです。まあまあ、なんかふわふわが好きなんですね、じゃあ、ね、はい、ふわふわしてるもの好きです。いいじゃない。あ、表情ね、うん、これどういうこと考えてるんですか。これなんですかね、まだかなみたいな感じです、ね、終わんねえかなみたいな違う違う、待ち合わせです。あ、そっちか、待ち合わせ、撮影が終わんねえかなのかもそんな顔しませんか。はい、じゃあ次行きましょう、フォルダー5。はい、ね、フォルダー5ですよ、ね、2月5日放送部のテーマの写真を送ります、よろしくお願いします、うん、ということでね、着物ですかね、どうでしょう、わかんない、うん、おい、あ、これはさっき言ってた、そうですね、1回目の時だ、はい、これもやっぱ緑を選んじゃうんですよ、うん、緑どこ、赤だけど本当ですか、赤に見えるけど、ちょっと緑が入ってるじゃないですか。あ、まあまあ、入ってりゃいい傘バッチリ赤だけどこれは渡されたんです。あ、そうか、そう、はい、緑ないのって言った、いや、言わなかったですね、どんどん言ってくださいね。1月ですね、これは本当に1月ってことね。そうです、はいはい、寒かったですね、結構やっぱり、あ、いいじゃないですか、うん、いい感じですね、はい、あ、なんか気がついたねなんかに気がついたね、これ今度はどういう顔、これなんか鳥がいたんでしょうね本当鳥がいたんでしょうね、上に、まあいいよ、はい、まあいいですね、あ、このふわふわ滝みたいなとこありますね。そうなんです、凍ってました、これ後ろ、え、寒さで、寒いね、これ着てるものは寒くないんですか。あ、もう終わり、これで、はい、意外とでもヒートテック、はい、ヒートテックがね守ってくれた、はい、はい、じゃあフォルダー6いきましょうか、はい、はい、1月に撮影した写真を送ります、1月13日スムース撮影会に行ってということですね、うん、はい、このね、切り替えるのに結構時間かかるんだなっていうことを勉強しましたねこれはさっきの、はい、2回目の方ですね、はい、いい表情してるじゃないですか。ちょっと変えたんですよ、髪の毛とかも、うーん、1枚目 1回目と、うんうんうん、お、傘は誰が、傘は渡されましたね、渡されたやつね、これは、これはね紫でしたね。じゃあ次行きましょうか、フォルダの1月らしい写真を送り送付しますということ、はい、ね、このね、この時間をどうするかをね、来月までに考えておくから、うん、わあ、全身、あ、全身ね、あ、結構いい日が入ってますね、これ。そうですね、この日は晴れたんですよ。あ、そうか、さっき言ってた、そう、1回目がちょっと天気悪かったと、はい、雨降ってきたりとかして、ね、あ、なるほど、はいはい、あ、色もすごい綺麗に、うん、ね、うわ、アップなんで嫌なのなぜこんなになったんですかすごいアップ、まあいいじゃないですか、それ、ね、あ、これ好きですね、こういうの、こうお客さんにリアクションしてもらった方がいいね、あ、そうですね、あの変わった時に可愛いとかさ、あ、言ってほしいな、おーとかさ、なんか、あ、なんか違う服着てる、おー、これは何、反転です、おあ、古民家の方で撮影会があった時に
ちょっとやっぱ おばあちゃん家に遊びに来た孫みたいな感じで撮ってもらいました。幼い感じですね。はい、三つ編みもしてますし、この斑点は今でも普通にお家で使ってます。あ、ハート柄ですか。そうなんです、すごい可愛いですよね、うん、今時だね。はい、マリみたいなね。すごい、いやいやいや、いや、あんまり使わなくないですかこれ。もう今時膨らましてやる、こういう風に。でもおばあちゃん家ですからね。まあまあ、だからそこがいいじゃないっていうことですよ。ね、いいですね、うん、なるほどね。なこれ何してんの。これ何してんですかね。なんかを、なんかを触ってますね。あ、危ないですね、なんかを触ってる。なんだろう、これ。なんだろう、鶴折ってるんですよね。あ、鶴か。鶴を折ってんだ。あ、いいじゃない。なんか鶴折れますから、多分折ってたんでしょうね。多分折ってたんでしょうね、この時。なるほどね、はい、いいじゃないですか。はい、あ、以上かな、はい、はい、ということでね、ありがとうございます。こういう感じで撮影会のお仕事もね、はい、されてるんですよね。はい、じゃあ撮影会の参加方法などは気になった方は、ほのちゃんのツイッターなどを見てチェックしてみてくださいと、はい、いうことですかね。で、来月のテーマは2月らしい写真、はい、うん、はい、1ヶ月ずれるわけですよ。だって1月に1月らしい写真って言って、第1月曜日だったら送ってこれねえだろうが。はい、はい、騒ぐんじゃないっつうんですよね、これね。まあだから2月らしい写真を送っていただいて、3月に紹介していくという形で、うん、はい、お願いします。番組のツイッターにアドレス載ってますんで、そちらに送ってくださいと。で、来月からこうしましょう。一人一枚にしていただくと、うんうん、いうことにね、厳選したやつをね、はい、結構募集が多く来ちゃうと。いや、本当にでも嬉しい。全部紹介しきれないんでね、うん、はい、ということで。あとはまあペンネームを添えてお送りくださいということにしましょうか、うん、はい。なんでしょうね、2月らしい写真っていうのは、ね、でもやっぱりバレンタインとかですよね、パッともう出てくるのが。俺鬼しか思い浮かばなかった。撮影会とかだとやっぱ鬼のスペースってないんですよ。何、鬼のスペースなんですか。ないだろう、こうちょっと節分っぽい感じのブースとかやっぱないから、どうしてもバレンタイン、あー、まあまあね、ね、ラブリーな感じですよね、うん、そうかそうか、ね、そういうのね、送っていただければと思います。はい、お願いします。じゃあ締めてください。はい、はい、以上、ハナスタグラムでした。はい、はい、では、一旦はけていただいて、はい、はい、ここからはですね、ちょっと先ほども紹介ありました通り、普段はアイドルとして活動してますんで、ここら辺でですね、スタジオスペシャルライブということでお送りしたいと思います。一旦この机をはけさせますんで、ちょっとお待ちくださいね。段取りがね、こうなっちゃうんで申し訳ないんですけれども、なんでこれ置いたんだよ。いっぱいよ。ちょっと待って、じゃあちょっとマイクを下ろしてから、はい、この間歌の準備してもらってますから、はい、そういうことね、はい、あー、嫌な音しますねこれね。はい、全然想定してなかった音しますね。これぬいぐるみも乗ってなかったらね、スッと行くんですけどね、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、はい、もう入れます。はい、じゃあちょっとごめんなさい。はい、4番のマイク使います。はい、はい、それでは行きましょうか。準備いいですか。はい、はい、では、行きます。 PUL 酒井ほのかでタイニーウィングスです。よろしくお願いします。
まあね、こういうライブをね、どこ行くんですか。あ、ちょっとね、ちょっとメモ、はい、じゃあメモ、はい、メモメモね、はい、はい、ごめんなさい、ありがとうございます。ね、はい、はい、はい、ということで、マイクも見せた方がいいの、これいいのかな、はい、はい、ね、ありがとうございます。はい、ごめんなさい、はい、はい、すいません、バタバタしました。はい、はい、ありがとうございます。ライブもね、やってるわけですもんね。はい、はい、お疲れのとこ申し訳ないんですけど、告知の方、じゃあそうですね、このライブのさ、はい、話とかをさ、してよ。はい、うん、はい、ですね、はい、待ってすげえ大変だよね、ごめんね、歌った後なのに大丈夫、そんなんでも疲れてたらダメですか。あ、そうかそうか、はい、はい、普段はですね、フィーウェールというグループで活動しているんですけど、うん、フィーウェールはですね、読み方とかも言った方がいいですかね。何、あの、これ、うん、これ、はい、うん、これすごく読みにくくて、ね、皆さん結構ね、なんて読むのって方がとても多いんですけど、うんうんうん、フィーユエールって読みます。あ、振り仮名も振っときますね、次回ね。あ、そうですね、はい、何語でしたっけ。フランス語です。なるほど、だからね、最初にボンジュールって言ったりもしてるんですけど、うんうんうん、はい、フランス語でフィーユエールというグループで、 それでフィーユエールはですね、うん、第2週目を除く水曜日に新宿のレッドノーズさんの方でですね、うん、定期公演をさせていただいております。はい、はい、じゃあ見に来たい人はどうすればいいのかな。見に来たい方はですね、予約が必要なくてですね、うん、当日 と、予約はいらないので、うん、当日どうした頑張れ当日ね、うん、ぜひ来ていただけると、初めての方と、あの、2回目以降の方で料金が変わってきますね。料金とかって言っちゃっていいんですか。うん、いいよ、なんでいいよ。はい、初めての方、そんなバカ高いのねそれはダメだ、言っちゃう安いです、とても。いくら。1600円です、初めての方1600円。なるほど、はい、の2回目以降2000円になります。全然いいじゃないですか。はい、なので予約も必要ないから、なんとなく行けそうだなという方とか、うん、予約がないから本当にもう本当気軽に遊びに来てほしいです。特に今一人なんですよ、平日のライブが。はいはい、はい、なので本当に、まあ、しかも次定期公演あるのが14日の水曜日、うん、で今月21の水曜日、27だったかな、28ですね、28の水曜日、うん、この3週連続で定期公演が、はい、書きました、書いてあるね、よかった。14日、21、28日が定期公演になります。うん、あ、じゃあ見に来てもらおう。はい、もう一人なんですよ。しかも、うん、フィーウェールが定期公演を始めてからなんと1年が経ちました。はい、素晴らしい。そうなんです。まあその間ね、まさかこんな一人でやるとは思いませんでした。いや、そうですね。ね、思いませんでしたか。でも本当来てくれる方がいるので、まあね、すごい楽しみですし、なんといったって次14日ですから。はいはい。2月とね、14日といえばもう。あ、わからないですよ。ちょっと。何の日ですっけ。何の日ですっけ。そうですよ、バレンタインね。そう、バレンタイン、そうですよ。何の日ですっけって、もう一回振る。あ、そうですね、うん、はい。何の日ですっけ。バレンタイン。はいはい、よくできました。何、バレンタインの宣伝みたいになってるいや、バレンタインですから、もしかしたら私から何かあるかもしれない、うん、あ、なるほど、これなかったらひっとばたきますよ、はい、ということなので、でうね、ね、もう本当に、はい、来てほしいです。はい、そろそろね、あ、まだ早かったかな。まだ大丈夫ですか。まだ4分あるから。で、個人的にはですね、撮影会もやってまして、うん、そうだね、はい、撮影会的には、撮影会もいっちゃって大丈夫ですかね。いいよ。 GPS 撮影会、スムース撮影会、フレッシュ撮影会、プレシャス撮影会の4つをやっております。うん、まあ、ツイッター見てもらったらいいですかね。そうですね、詳しく書いてたりもするので、ね、あとショールームとか、そうですね、そういう告知もしなきゃ、はい、ね、小札はとても多いので、ぜひね、ツイッターの方見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、そしてショールームですね、こちらあります、ほのちゃんルームほのちゃんルームが、はい、ありがとうございます。まあでも、なかなかね、ライブもね、撮影会も皆さん来づらかったりしますけどね、最初はね。そうなんです、でもそういう思いをさせないように、ああ、はい、しますから、もう初めての方でも意外と来ちゃえばね。そう、どんどん来て、私喋りますから、うん、そうですね、うん、ぜひ楽しく帰ってもらえるように。そうですね、はい、しますから大丈夫です、はい、まだ時間あるんで大丈夫、大丈夫ですか。はい、だってあと3分あります。すごい、なんか焦っちゃって、うん、はい、まあ、じゃあ今日、まあ、エンディングですけどね、はい、はい、ほのちゃん今日いかがでしたか、初回の放送でしたか。なんかテンパっちゃいましたね、やっぱり。だからまだまだ言葉とかもそうですけど、うんうんうん、なんか落ち着いてやれたらいいなっていうのと、うん、まあ、言葉をもうちょっと知れたらいいなっていうのと、うん、どういう企画やりたいとかある。ロケ行きたいです。
スタジオでやってるのに2回目からロケっておかしいだろうよ。全部ないロケで流すだけ。ここ見に来た人違います。まあでも来月ね、3月5日月曜日、はい、22時からやってますんでね、はいはい、そちらの方に、はい、ぜひまた観覧来てほしいです、ね、そうですね、はいはい、じゃあこの辺の告知お願いできます。で、生誕の告知はいいですか、もう一回しても。はい、2月25日に新宿ナインスパイスさんの方で、酒井ほのかを生誕祭やらせていただきます。何？もう一回行こうか。はい、2月の25日日曜日に、はい、新宿のナインスパイスさんの方で、はい、生誕ライブをさせていただきます。はい、はい、またぜひ来ていただきたいということですね。はい、チケットはですね、うん、運営さんがいる時など購入できますということと、あとツイッターの PUL の公式アカウントの方でもリプ予約でもできますから、チケット買えない方はそちらでもご利用ください、うん。まあ、とにかくツイッター見てくれっていう、はい、フォローしてください、こちらツイッターを。そうですね、はい、はい、じゃあ次の、はい、そして、次の次回はです、次回の酒井ほのかのメロメロ光線ビーム浴びてみはですね、3月の5日の月曜日の10時からとなっております。はい、そしてですね、観覧もできますから、ぜひ皆様また遊びに来てください、うん。そして、この放送はですね、後日 YouTube でも見ることができますので、番組ツイッターや私のツイッターでもお知らせしていきますので、そちらでもチェックしてください。はい、よくできました。あと30秒ですけど、はい、言い残したことございますか。もうでも本当ありがとうございますです。まあね、お客さんがね、来てくれるからね、助かりますよね。はい、だから次回もお待ちしております。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。最後じゃあメロメロコーテビームで締めようか。でなんだこの終わり方。